おはようございますアンビシャスの考えようペットと防災8月から毎月第1金曜日のこの時間にお送りしているアンビシャスの考えようペットと防災今日は第4回の放送です今月もゲストをお迎えしてペットと防災についてのトークをお送りします今月のナビゲーターは湯浅彩乃アンビシャス会員です アンビシャスは日頃ドッグセラピー活動をメインに取り組む認定 NPO 法人で年間120回近く病院や高齢者施設学校などへ訪問している団体ですそこで今日もアンビシャスの認定セラピードッグで犬の広報部長スタンダードプードルのケンちゃんと一緒にお送りしますケンちゃんおはようおはようございます今日のゲストは 京都市の梅屋学区自主防災会長関正和さんです9月にペットと同伴の避難訓練をされた学区でそれについて今日はいろいろとお話をお伺いしたいと思います関さんおはようございますおはようございます,います梅屋自主防災会の関です今日はよろしくお願いいたしますお願いします、えー、と梅屋学区では9月にペットと同伴の避難訓練をされたそうなんですが どういううい避難訓練をされたんでしょうか、はい、えー、東日本大震災の時に動物が取り残されて大変かわいそうやなっていうのが、えー、日頃から感じてたことで、えー、何とかしないといけないなということで、えー、今度は、えー、飼い主さんと、えー、ペットと一緒に避難しましょうということで、えー、アンビシャスの松岡さんと 視野になってその話がまとまって今回実施したところでございます。あの9月に僕たち、はい、ワンコとか猫ちゃんとかいっぱい連れて、はい、あの海阿がくさんのグランドに避難をして来られましたよね。はい、だからなんかあんな風にこう地域の人にも認めもてもらってペットも一緒に避難できて、はい、じゃあそれがどういう形がベストかっていうことを、はい 考えていく学っていうのはすごいですよね、はい、そうですね何しろ、えー、初めての取り組みで、えー、どうなるかなと犬の方もどうなるかなまあ、えー、飼い主さんもどうなるかなといろいろと考えてたんですけども実際やってみて、えー、素晴らしいことでしたねまあ見ていただいたわか分かるように犬ちゃんのお行儀も良くて えー、おしっことかうんちとかそんな心配してたけど全然心配なかった、えー、これだったら、えー、人間と一緒にあの避難して一緒に生活できるなっていうの,あの感じましたねそうですね梅屋、はい、学区さんって京都の中でも、はい、あの田の字の真ん中の学区さんですしやはり 飼い主さんの意識も高かったのかもしれませんよねだから来られてたワンちゃん猫ちゃんも本当にお行儀もよくちゃんとトレーニングをしとこう人に迷惑をかけないでおこうみたいな形がすごく多かって飼ってる方も飼ってない方も意識が高く皆さんで勉強しようっていうのがすごいなっていうのは感心しました。はいはいはい、そうですねあの特にあの飼ってないな方が あの一緒に研修センターの中で DVD 見て、えー、大変興味持たれたようにあの感じております。そうですね。はい、あのアンビシャスの方では DVD とかがあのホームページの方とかでは。 見られるんでですすよねそうですあのアンビシャスのホームページでは「ペットと一緒の」あの啓発動画や「ペットと避難する時にはどういうことをしとけばいいか」っていうトレーニングガイドという形での DVD を作っておりまして今回のうみやがさんの避難訓練の時にもあのペットを飼っている人だけじゃなくってペットを飼ってない人も皆さんたくさんの方がその動画を見ていただいたんですけれども、はい、その動画を見ていただいたあの地域の方々の感想などどうでしょうはい あの大変ね、えー、興味があってあの、見られたと思うんです、それで、あの会場、立ち見で前になるほどあの、聞いていただいて、見ていただいて、また、あのお話も聞いていただいて、あの大変、えーあの、関心、ものすごく持たれてよかったなというふうにあの思っております。 やはりあの、はい、皆さんああれですよねあのペットを飼ってない方もそのペットと一緒に避難するのにはどうしたらいいかっていうことの情報が全くないので、はい、こういう形でペットを飼ってる方と、はい、飼ってない方と一緒に避難訓練をするっていうのはすすすごく大切なことでででよねねそうですねはいそれで、えー、僕は思ってるんですけどもあの今回の訓練で、えー、確かにあの飼ってない方がなんか。えー こういう場面もあるんじゃないかなということで、ものすごく認識されたように、あの、思っております。はい。ペットにペットを飼われてない方に対しての方が効果が大きかったっていう感じですよね。そうなんです、そうなんです。はい。やはり、あの、ペットを飼っている方は、どうしても自分はペットを飼っているので、それを一番にしがちですけれども。うん、ペットを飼ってない方にも、あの、配慮をするっていうのはとても大事なことなので。でね、あの、それを分かっていただくっていういい機会になったと思います。そうですね。 あのやはり関さんとこの学区とか、はい、あとアンビシャス自体では出資の学区とかで全住んでおられる方にアンケートとして「はい、あのペット飼っておられますか飼っておられませんか?」っていう調査をした時に約17%ぐらいの方があの全世帯で飼っておられる。ということはあとの80%ぐらいの方は飼っておられないじゃあれない。 買っておられない方たちにも理解をしていただいて、買ってる者たちが、あの。快適に避難できる方法っていうのを、やはり考えていかないといけない。そうですね。まあ、あの、これからそういう時代になってると思うんです。それで、私ども、あの、その訓練の始まる一月前の八月に。その調査をさせていただいたら、面白い結果が出まして。えー、梅屋区内で、あの、いろんなペットを飼っておられますね。 まず、えー、犬が80匹猫が45匹ウサギが1匹ハムスターが2匹ハリネズミが1匹赤い森が1匹 1> 鳥が7匹 <laughs>、えー、リクガメが1匹それから普通のカメが、えー、4匹ミドリガメが4匹ウーパールーパーが1匹タツノオトシグワが1匹あとはコイそれから金魚淡水魚などいろいろなあのペットを飼っていただいてるっていうことが調査で 分かって大変面白い調査ができたかなというふうに思っております。そうですね。ペットと,うと、はいるとあの犬や猫っていうふうに思いがちですけれども、カメさんとかやっぱウサギとか飼ってる方にとってはもう同じような家族ですから、まあそのあの。 さすがに熱帯魚は連れて出ていくっていうことはなかなか無理だと思うんですけどもウサギとかカメとかも連れていくんだったらどういうものが必要かっていうのを考えるきっかけにはなりましたし、まあ、これをあの宮学区さんでは回覧で回しておられて、はい、あの全学区の方々にあの自分の学区内にはこれだけのペットがいるんですよっていうお知らせをされているようなので、はい、あのそれについてやっぱりあの,町の方々もあこんなんいたんやっていうあの感想とかがありましたかねそうですね。 あの調査の時にはあの全所帯に全部あの調査のあのお願い依頼書を出してあのほとんどの町内があの回答用紙をあの送ってこられてあの大変なんか興味があるなという感じでそこのところでその結果を今度あの発表させていただいたんでまたこれがどういう感じで返ってくるか、まあ、ちょっと楽しみにしてるんです。 そうですね。はい、これこのあの避難訓練やこういうあのペットの調節法っていう調査をされて、はい、あの宮川区のその石さんとしてはあの課題っていうのがやっぱり見えてきたんでしょうか。そうですね。あのー、課題はね、えー、まだまだたくさんあると思うんです。あのー、人間の方がさっきやんなんペット後やという方もあったように思うんですけども、まあ、えー、これからはあのそういう時代じゃないですよというのをみんなに知っていただく。 やっぱり、いい細かな、これから活動がやっぱり必要かなというふうに思っております。そうですね。はい、これがあの、海や学区さんだけじゃなくって。はい、やっぱり、あの、京都市内でも、いろんな学区の方に広がっていければ。はいはい、あの、これからペットと同伴避難っていうのも広がっていきますし。けん、はいはい、ちゃん、あの、もう、友達もいっぱい避難できるようになるよね。そうですよね。今日の僕は。 4回目となってこのスタジオにも慣れてめっちゃリラックスというか外の,あの寺町通り歩いてる人は気になるしなんか会場は気になるしという感じで。 だらっとしてますがちゃん今日リラックスなので <laughs> 動画で見られてる方は今日のケンちゃんはどうしたんだと <laughs>、はい、こう思われてるかもしれないですけれどもやはりあの京都の,あの街中ですので梅屋学区さんは街中ですので、うん、あのそちらの方からあの発信していただけると、うん、いろんなあの、ま、あの地区に広がっていくと思いますのであのこれはすごく大切なことだと思うんでまたいろんな方からいろんなアイデアを頂い,いてね それでまたこちらもそれを勉強しながら、えー、地道に進めていきたいというふうに思っております。はい アンビシャスの方でもあの、はい、ホームページであの避難訓練の時に流しましたあのペット同伴避難に関する啓発動画やペットと一緒の避難するトレーニングガイドという動画を流しておりますので、はい、ラジオをお聞きの皆さんもご興味がありましたら、はいはい、ぜひそちらの動画を見ていただければ、はい、あのいいと思いますしあの自主防災などであの防災に関わっている方々もぜひこの動画を見ていただきたいと思います。そうですね、はい やはりあのそういうのを見て知っていただくっていうことがやはり一番大事かなって思いますので、まあ、ほんで今後の梅屋の,の防災訓練なんですけどもやはりあのペットも一緒に参加するまた子どもそれから身障者車いすの方もあの同時に避難できるようなあの訓練考えてます。あのやっぱり3日間は 生き延びるというのがこの防災なんですね、はい、だからその食料も確保しないといけないというふうに思っておりますはい、はい、ありがとうございますありがとうございました今日もあっという間の12分間でした関さんありがとうございましたどうもありがとうございましたまたよろしくお願いいたしますラジオカフェのホームページでは8月9月10月今回の分の動画を配信しているのでお聞き逃した方ぜひネットの動画を見てください 次回は12月4日10時からお送りします。次回は猫ちゃんの避難についてです。ありがとうござい。